球一郎と遊ぼう。文化放送 FM91.6 PR キャラクターの球一郎だ。球皆さんこんにちは、声優の松浦あゆです。球一郎の冠番組今週も始まった。球イエーイ。まずはお知らせがあるキュー、はい、一緒に番組をお届けしていた西川アナウンサーですが、昨今の情勢を踏まえてアナウンサーとしての業務に専念してもらいたいと思いますキュー、はい、ということで今回から松浦ちゃんと二人きりだキュー。イエーイ。あ、なんかちょっと引いてるキュー。二人きり二人きりだキュー。いや、なんかサイズが大きいよね。そうなんだキュー。西川ちゃんいなくなったからちょっと広々使おうかなと思って。こないだコンパクトで可愛かったの。あれ、この大きさの僕はお嫌いですか？そんなことないよ。なんかまだちょっと壁を感じるキュー。キュー一郎ということで、さあさあさあ、リスナーの皆さん気づいておりますでしょうか。今日から番組のテーマソングが変わったんだキュー、イエイイエイ。前回番組で話していたキュー一郎音頭を3人でレコーディングしたキュー。音頭あれ音頭ね。なんかもっとかっこいい感じの、ね、本当ですよ。もうなんか最初なんだっけ、あいみょんとかキングヌーとかって話してたのに、そうおしゃれなね、音楽番組に出れる感じだと思いきや、もう速攻レコーディングの予定をね、抑えられてその場でね、びっくり。もう温度かって。温度どうだったっけ、ね、レコーディングは。いや、レコーディングはまあ初めてではなかったんですけど、はいはい、温度はちょっとね、初めてだったかなっていう感じですね。なかなかない経験だっけ、うん、僕も温度は初めてだったっけ。あ、そうなんだ。そうだっけ。でも楽しかったね。楽しかったキュー。キュー一郎、キュー一郎と、あの、私たちってバラバラでレコーディングしたじゃないですか。そうですね。キュー一郎はどうやってレコーディングに参加をしたんですか？喉だけでレコーディングスタジオに入ってレコーディングしたキュー。え、喉？どうやって？声帯、いわゆる声帯ってやつですね。歩いてきて。そうですキュー。ちょっとグロ映像になりそうですけど。マイクの高さに届かなそう。まあそれはもうほぼ床みたいなねところで。キュー一郎、この曲って番組のテーマソングとして使っていくとして、うん、そうですね、今後リリースとかってしないんですか？もちろん、こちらの曲はですね、みんなに聴いてほしいと思ってるキュー。できれば僕の野望としては、うん、日本全国いろいろな盆踊りで使ってほしいなと思ってるキュー。全国で。そうですキュー。使ってほしいねえ、いろんなところでこのキュー一郎音頭が聞こえてくれたら嬉しいキュー。いや、私の地元も結構盆踊りとか、ほうほう、盛んな方なんで。あらあら。でもそしたら踊りとかないと、振り付けとかないとダメだよね。確かに。今のところ歌だけで僕たちも踊りはよく分かってないキュー、うん、なんかないの？うん、なんかないの。なんかないの、アイディア。そうですね、今ここで踊りたいのは山々なんだけど、僕あんまり動けないから考えば。そうですね、盆踊りってどんな動きがあるっけ？お、いいね、いいね。いい感じですよ、皆さん。こんな感じ。確かに確かに。あ、それはまさか僕なんかキュー一郎っぽい感じで、なんか鳥としてのモチーフを入れてくれてるかキュー。ね、あー素敵だキュー。でもパッパン、インガパンとかさ、こう、そうそう、手拍子がある感じだよね。確かに、みんなでできる感じが楽しいキュー。かわいい顔が、ほろよい。あ、飲んでないキュー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 、今のところはね。キュー一郎。ではお便りを紹介していきましょう。はい、ラジオネーム和紙さんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。番組タイトルにちなんだ質問です、はい、皆さんで一緒に遊ぶとしたらどんなことをして遊びますか？
皆さんが各自どんな遊びをしているのかも気になりますだそうです。確かにこの番組九一郎と遊ぼうっていう番組の名前だからいろいろやっていきたいけど、僕は普段そうですね、結構インドアなので地下倉庫、まあ僕のお家ですね、地下倉庫でソシャゲかな。ソシャゲ、そうですね、スマホでゲームばっかやってるっていう、手が今日出てないけどあ、そうですね、僕の手羽先で、華麗な手羽先で結構音ゲーばっかやってるっていう。うんうんうん、松浦ちゃんはどんなことで遊んでるかっていう。でも最近はもうずっと家にいるから、この前は私実家暮らしなんで、はいはい、家族で人生ゲームとかしました。楽しそうだっけ結果どうだったんだっけ、結果2番2番2番ね、絶妙、でも4人家族で4人でやったから、そう、まあビリになったら罰ゲームみたいな感じ。罰ゲーム家族であって何をしたっけよ罰ゲーム。いや、お父さんがすごいやつ買ってきて、ちょっとすごいやつって何っけよちょっとなんか下品な感じになっちゃうんですけど、なんかうんこパウダーとか、なんだそれ、買ってきて、でなんかビリの人がそのちょうどお好み焼きをやってたんですけど、その上にうんこパウダーをかけて、すごい臭くてそれをお母さん食べました、が食べました。それでも周りの人も結構罰ゲームじゃないかっけ結構プンプン匂いが来て、いやこれ結構掘ったら松浦ってやべえぞこれ罰ゲーム好きな家族ですね結構罰ゲーム好きとはなかなか聞かないけれどもだって結局ね、食べたのはお母さんだけど全員臭いわけでしょ臭くて全員罰じゃないですか。でお母さんそのうんこパウダー入りのお好み焼きを食べて、で匂いも味もすごいらしいんですけど、味もでなんかこっちに向かってふーとか言ってやってきてもういいから飲み込んでとか言って大変でした。怖い家族だけ換気しなきゃみたいな感じで、いや皆さんこれ松浦ちゃんち結構やばいっけこれからもちょっと松浦家掘っていきたいけどね。お父さんが買ってきたんですよそれ。いや怖い。九一郎、ありがとうございましたキュー。さてそろそろお別れの時間だキュー。もう一人の僕がやっている九一郎のマジアニラブが毎月第1、第3金曜日17時から放送してるキュー。ぜひみんなにはバードウォッチングしてほしいキュー。あとこの番組へのメッセージも待ってるキュー。はい、メッセージの宛先は916@joqr.net です。916は数字で916です。そしてこの番組は各週月曜日に配信されます。文化放送 V&R チャンネルでもアーカイブが配信されますのでご覧ください。はい、というわけで今日はどうだったキュー。いやあっという間でした ね。でも西川さんがいないのがちょっと寂しい916が大きくて圧力とは結構すごかったなって感じが、ちょっと近いかな、なんか悲しい、今日もっと近寄りたい。いや僕的にはですね、あの松浦家がすげえなっていう話と、またね西川ちゃん帰ってきたらみんなで人生ゲームやりたいしたいね。ということで、はい、いつか人生ゲームができるように僕たちも頑張っていきますキュー、はい、ということで文化放送 FM91.6 の PR キャラクターキュー一郎と松浦あゆがお送りいたしました。バイバイキュー。